なんでこんな話をってんだ。皆さんこんにちは、完熟レシの池田レイラです。今回はちょっと前にインスタのストーリーにて募集させていただきました、皆様のご相談にお答えしていこうかなと思います。はい、ちょっとちゃんと回答できるか分かりませんが、まあ、できるだけ頑張ってお答えしようかなと思っております。ではお答えしていきたいと思います。ちょっとメガネ外した方がいいかな、もうなんか全部オフまず1つ目、気が合わない友達と一緒にいるのが辛いです。話のネタに困ります。これはまあちょっとこの質問者さんがどういう状況でその気合わないなって思ってる人と関わる必要があるのかっていうのによると思うんですけど、もしその学校生活とか送る上でなんかなんとなく一人になりたくないからみたいな感じの理由で一緒に今いるっていう状態なら、そういう人とはまあ合わないって思ったら、だって一緒にいるだけで絶対ストレスってことになってくると思うので、私だったらそういう人と関わるよりは一人いるっていうその選択肢を選ぶかなって。まあどうしても一緒にいなきゃいけない場合っていうのは本当にもうどうしようもない、逃げ場がない状態だと思うんですけど、もし一人でも行動できる状況なのであれば、あの一人で私だったらまあ行動する道を選ぶかなという感じです。いるじゃないですか、やっぱどうしてもなんかその嫌いとかじゃなくて、なんかこうその波長とか笑いのツボとかが合わなくて、なんかすごいってなっちゃう子とか、それって本当誰も悪くないので、私だったらまあ一人でいる方が楽だから一人でいるようにしちゃうかなという感じです。はい、私は好きじゃないのにある男子のことを好きだと周りの人に話し立てられます。どうなんだろうこれもちょっとあの状況によるって言ったら本当に全部そうなっちゃうんですけど、なんかむしろあっちが好きなんじゃないかって、その相手のその林立てられてる側のその相手の男の子がもはや私のこと好きなんじゃないかっていうぐらいのマインドでいければいいと思います。なんか青春ですね。はい、いいと思います。数ヶ月前とあることがきっかけでたまに心が病んでしまいます。どうしたらいいですか。いや、わかります。私も何かすごい大きい出来事でも自分にとって結構大きな衝撃があった出来事とかって結構、まあ、最近なんかね高校生になってもすごく結構いろんなことが自分の中であって、まだまだ人生の先いろんなことが起きると思うんですけど、今までの私が経験したことないような結構経験を高校生になってしたんですよ。もうなんか結局私も本当にそのなんて言ったらいいんだろうな、その出来事を乗り越えるまでは本当にそういうタイプで、本当に些細なことでも本当に何年か前のこととかでも急に寝る前とかになんかハッて思い出してうるって泣いたりとか、こうやってファーンって歩いてる時にもピッて思い出したりとかすることもあるし、なんでその気持ちすっごいわかるんですけど、私の場合はまあそのそれ以上に結構大きい衝撃を受けたことが自分自身であって、まあそれを乗り越えられたっていうのがまああんまり思い出さなくなったきっかけなのかなと思います。まあしょうがないです。本当にそういう時はもう美味しいものを本当にいっぱい食べて爆睡する、これに限ると思います。辛いと思いますけど、はい、私がね大丈夫、乗り越えられたんで絶対大丈夫だと思います。2児のシングルマザーです。片親で寂しいと思ったことありますか。いや、寂しいと思ったことはないですね。全然不便だなって思うこともそこまでないですし、私のまあ父のおかげでそういう寂しい思いをしたことはありません。なんなら鬱陶しいなって思うくらいの、はい、家庭環境です。私の家は精神疾患で辛いことたくさんあります。毎日明るく過ごす方法とかありますか。これはまあ私が、まあ、今のところまあ健康に生きられてるので、まあ、やっぱりどうしても理解したくても理解できない部分がその本当に経験してみないとわからない部分ってすごくあるたくさんあると思うんですけど、まあ、別にまあ毎日明るく過ごす必要はないんじゃないかなっていうふうに思います。私もなんかやっぱり、まあ、思春期なんで結構まあホルモンバランスがこうグワーってなっちゃって、本当に体の作り上どうしてももうテンションが上がんない人が本当に私もありますし、絶対に誰しもあると思ってて、みんながそうとは限らないんですけど、私の場合は学校の中で今日無理だって思った日、今日ダメだって思った日はもう誰にも迷惑かけないようにご飯食べる時もそっと一人でご飯食べたりとかします。変に明るく振る舞おうとして空回りして、それで余計なんかこうストレスになって負の感情がどんどん増えてって他人に迷惑かけるっていうのが一番私の中でアウトだと思うので、私はいつもそうしてます。毎日元気に過ごす必要はもう無理に過ごす必要はないと思います。頑張りましょう。
人生、人生山あり谷ありですよね。本当にそうです。高校2年生なんですけど、進路で職が安定してる方に行くか、自分が好きなことに行くか迷います。人によってはなんか好きなことを仕事にすると、その好きなことが嫌いになっちゃう、好きじゃなくなっちゃうみたいな結構言う方もいるので、まあ人によると思うんですけど、私は絶対にやらないで後悔するより、やって後悔するっていうことをすごく肝に銘じてて、そうだからまず挑戦するのはありなんじゃないかなと思います。その後どうなろうが、まず一回挑戦はすべきなんじゃないかなって、まあ、年で決めるのは良くないかもしれないけど、やっぱり10代から20代くらいってやっぱ結構年齢を生かしてやれることが多いと思うんですよね、比較的。なので失敗しても修正はできるし、もしここで妥協してたら、なんか絶対一生後悔するなって私だったら思うので、チャレンジするのは全然いいと思います。頑張ってください。推しのおかげで生涯独身の可能性大。わかります。この人が推しみたいな人がいるわけではないんですけど、私の場合は、私はまあ K-POP は結構好きなので、やっぱ K-POP アイドルの子たちとかをすごい動画とかで見たりしてると、こう電車とか乗ってる時に、え、もしこの あの画面の中にいる K-POP アイドルの子たちが日常生活に目の前にいたらバグじゃねって思うんですよ。だって顔がいい、まあ、これまず1奇跡で、スタイルがいい2奇跡その後こうダンス歌、まあ、歌とかダンスとか、まあ、演技とかそういうものに関してはその人たちの努力ももちろんすっごくあると思うんですけど、まずその努力できるその精神を持ち合わせてることも奇跡だと思って、たまに訳が分からなくなりますね。バグだなって思います。クラスの子から嫌われてます。毎日学校に行くのも辛いです。これは詳しい状況がどうしてそんなそういう状況になったかっていうのも私は全く知らないので何とも言えないんですけど、この文面だけを見て思うのは、まあ、学校に、まあ、行けるなら、まあ、行った方が損はないとは思うんですけど、行くことによるデメリットの方が大きいなら別に行く必要はないと思います。わがままでももうちょっといいと思います。今一緒に住んでる父が実の父じゃなくて、よくみんなからバカにされます。SNS こんな普及してて、いろんな家庭事情だったりいろんな人の考え方がネットで見れる時代なのに、そんなこと言う人いるんですね。ちょっとびっくりしちゃいましたっていう感じで煽ってみてください。私は今素直にこう思ったので、それを言葉にして言ってやってみてください。もし何か言ってきたら、今の時代にそんなことを未だに言ってる人いるんだって言ってやってください。頑張ってください。負けるな。何か一時的でもいいので落ち込んだ時の気分転換教えてほしいです。私は落ち込む時は本当に泣くことしかできないので、まあ、泣くのが私的に一番だと思ってて、あとまあ美味しいご飯食べるとか、あと人に喋る、これすっごい大事だと思います。まあ、一時的に無理やりこう、空気読めないですね、すいません。やったことないんですけど、この間父から聞いたのは、すっごい落ち込んでる時でも無理やりなんか変な動きとかをしたら本当にテンションが上がるらしくて、私やったことないんで分かんないですけど、ちょっともし落ち込んだ時試してみてください。それで検証結果私に送ってください。友達と喧嘩してしまって謝っても既読はつきません。どうすればいいですか？既読つかないなら現実でそれとはもうちょっとって言ってこうやって現実でこう現実世界でこうやって使わない、お話ししようって言って、まあでも、まあ、別にこの相談者さんが、いやまあ別にそんな直接話すほどでもないかなって思う人ならもうほっといていいと思います。友達になれる人は世の中いっぱいいるのでね、はい、すぐ人と比べてしまって周りのみんながすごくて自分は何もできないと思ってしまいます。いやめちゃくちゃわかりますね。私は本当にちっちゃいことでもいいので、何か毎日、例えば私だったらちっちゃい頃からボディクリームを絶対に塗るんですよ。塗らなかった日が一度もないくらい毎日ちゃんと塗ってるんですよ、ボディクリームを。あ、なんか雪山のロケして山小屋に1週間以上閉じ込まった時はさすがにボディクリーム塗れませんでしたが、必ずボディクリームを、ね、ちゃんと塗るっていう、お風呂上がりに。そういうなんか本当に些細なことでもいいので、あんなに周りの子みんな可愛くて頭も良くて、まあでも私毎日ちゃんと欠かさずボディクリーム塗ってるしみたいな感じで言える部分をなんか一つでも本当にちっちゃいことでも作るのって大事なのかなって思います。いやめちゃくちゃ病みますよね。高校1年生です。どうやったら彼女できますか？これは別に男性の方に限らずなんですけど、私的周りの人と大きく差をつける
ポイントとしましては、話を聞ける人だと思ってるんですね。絶対に話を聞ける人ってめちゃくちゃポイント高いと思ってて、どんなにむちゃくちゃかっこよくても優しくても、なんか話聞いてくれない人って全然魅力的に思えなくて、話が聞ける高校生になるというのはいかがでしょうか。大きな舞台とか立つとき自分を落ち着かせる方法はありますか。いや、私めちゃくちゃ緊張しいで、しかもその緊張したら顔に出ないとか喋りに出ないとか声に出ないとかだったらいいんですけど、体も震えるし頭も真っ白になるし、早くなったりとか逆にテンションが低くなっちゃったりとか、すごいなんか緊張が表に分かりやすく出るタイプなんですよ。まあその時の対処法は何も考えずに目をつぶって舞台袖でふぅーって深呼吸する。まあ深呼吸したところで私はダメな時はダメなんですけど、まあ、それが一番マシになるのではないかなと思います。それかもっと緊張してる人見るか自分よりも冷静じゃない人を見ると結構あ、逆に冷静になったりするんで、そうするとかですかね。はい、レイラちゃんのことが好きすぎるんですがどうにかしてください。あの本当に私 YouTube のコメント欄とか見てても思うんですけど、とかまあ TikTok、Instagram、Twitter、まあ全てにおいてそうなんですけど、私のあの学校の友達で私のことをむちゃくちゃ甘やかす女の子がいるんですよ。もうレイラタレイラタみたいな子がいるんですけど、ファンの方というかあのいつもコメントくださる方とかコメント欄がもうなんか全員その私のことを甘やかしてる友達みたいな口調の内容のコメントばっかりなんですよ。何してても可愛いみたいな、本当にねありがとうございます。そういう甘やかしコメント、甘やかされてるコメント欄を見て私はいつもニヤニヤしてます。はい、ありがとうございます。シンプルにもうとっても嬉しいです。ありがとうございます。最近人間関係悩んでます。どうしてこんなにも女子って複雑な関係なのでしょうか。応援してます。ありがとうございます。もう本当にねあの結構ね私もまあ女子ながらに、あ、女子ってむずい、わからんなって思うこと結構多いので、私は学校であの男の子でね何か仲良くしてくれてる子がいるので、大切な話とか普通になんか話すとき大体その人たちに話しますね。別にまあ女の子だけとか返してもないのでね、女子が無理なら次ちょっと男子友達を作るっていう挑戦をしてみてはいかがでしょうか。おすすめです。レイラちゃんは元気な自分じゃなきゃいけないって辛くなるときはどうしてますか。いやなんかあのさっきもちょっと言ったんですけど、あの元気出ないなっていう日はもうとことん隔離する自ら隔離するっていう、まあ、確かになんであの子は毎日明るいのに私はそんな毎日明るくする過ごすこともできないんだろうって思ったりすることもあるんですけど、これは別に悪いことじゃない、落ち込む必要がないことだって自分に言い聞かせるのが一番いいんじゃないかなと思います。はい、友達の好きな人が私の元彼、元彼ってこと知らない友達に元彼ってこと言うべきですか。うん、いやこれはないと思います。言うべきで、言うべきではないというか、まあ、別に言わなくてもいいのではないかなと思います。だってそれを友達に伝えた時に 120% いい気持ちになる方ってまあそうそう言えないと思うんですよね。なんでそのちょっと小耳に挟んじゃったんだけど、質問者さんと私の今の好きな人って元々付き合ってたのって聞かれたら、あ、そうなんだよねっていうのはありだと思います。聞かれたら言うのは全然ありだと思います。だけどまあ別に自分から言う必要ないんじゃないかなっていう、メリットがあんまりないと思うので、はい、言わなくてもいいんじゃないかなと思います。付き合ってないのに抱きついたりキスしたりする関係で両思いなのにそこから発展しなくてどうすればいいですか。これはどっちが問題なんだろうそれ以上に発展しないいろんな理由がこう考えられるんですけど、もうちょっと詳しく教えてほしいですねそれによって回答が変わってくるかもしれないです。もしかしたら都合のいい関係にされちゃってるかもしれないので、そこはちゃんと見極めてください。自分を大切に。電車の中で他校の女子に一目惚れしました。どうしたらいいですか。高2男子です。おお素敵。そんなアニメみたいな映画みたいなことあるんですね。一目惚れしたならあの連絡先を聞けばいいと思います。連絡先がハードル高いならインスタとかでも聞けばいいと思います。聞くしかないっしょ。これは聞く以外に何があるんですかというくらい聞いてください。連絡先はまず。お、というわけで全ての質問答え終わりました。ちょっと長々とおしゃべりしてしまったのですが、こんな感じで皆様からいただいたあのご相談にまあちょっと何個か厳選しなんですけど答えさせていただきました。はい、ちょっとちゃんと回答になってるかわからないんですが、皆さんそれぞれ頑張って生きていきましょう。それではまた次の動画でバイバイ